こんにちは、つっちです、今日はですね R56 系のエアコンフィルター交換の様子を、ご紹介したいなと思います。R56 系エアコンフィルター交換、非常に簡単です。なんで、DIY 派の方はもちろん、初めて車を触る方でも、おそらくできると思いますので、まあ、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。で、エアコンフィルターなんですけれども、1年に1回もしくは1万キロに1回が交換の目安となっています。ただ、まあ、車の使用状況だったり環境に応じて汚れ方全然変わってきますので、まあ、汚れてるようであれば早めに交換がおすすめです。では早速行っていきたいと思います。はい、それでは早速交換していきたいと思います。で、今回こちらの車、R60 クロスオーバーなんですけれども、基本的に R56 系、R60 系全部一緒です。で、 R50 系、初代のモデルですね。こちらも、まあ、ちょっと蓋の開け方が違うのと、まあ、フィルターの形状が少し異なるだけなんで、まあ、基本的には全部一緒です。で、エアコンフィルター、助手席足元にありますんで、まあ、助手席の足元をちょっと潜ってもらうと、こんな感じでエアコンが収まっている部分が、エアコンフィルターが収まっている部分ですねが出てきます。で、手前2箇所、この部分とこの部分が爪になってますんで、まあ、これを、まあ、ちっちゃいマイナスドライバーか何かでこんな感じで起こしてもらえば蓋が開けられます。で、50系の場合だと裏側にも同じように2箇所爪がありますんで、同じように起こしてもらえば50系は蓋ごと取れるようになってます。で、こんな感じでフィルターが収まってますんで、これを引き出してもらえば、まあ、取り出し完了ですね。で、使ってるとやっぱりこんな感じでかなり汚れてきちゃいますんで、まあ、定期的に交換していただくのがいいかなと思います。はい、それでは新品のフィルターに交換していきたいと思います。で、メーカーによっては一応フィルターの向きが指定されているものもありますんで、まあ、その場合はこんな感じですね。矢印でこっちの面からこっちから出るように取り付けしてくださいねってことなんで、まあ、その向きに合わせて取り付けしていただくような形になります。で、もちろん向きの指定がないものもあります。純正なんかは指定がないですね。で、またはまってたところをちょっと見ていただくと分かるんですけれども、こんな感じで溝になってますんで、ここに合わせてフィルターを入れていただく感じですね。で、あとはもう蓋を閉めてもらえば作業完了です。はい、いかがだったでしょうか。ボンドミニではですね、フィルターなどの消耗品はもちろん、メンテナンスグッズだったりとか、あと純正パーツの方も取り扱いしてますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。そんなわけで、土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。